一級総合滑降。一級の検定種目から横滑りがなくなった代わりに復活した種目の総合滑降。定められたコースを自由なターンサイズと演技構成で滑っていい種目です。しかし、そんな一見自由に思える種目でも他の種目同様にポイントを抑えていないとたちまち不合格になってしまいます。そこで今回は一級検定の総合滑降で高得点を取るためのコツをお伝えします。総合滑降のポイントとしてスピード、リズム変化、演技構成、この3つの観点から合格点を出すためのポイントを解説していきます。皆さんこんにちは、生涯全力スキーヤーの直樹です。今回は一級総合滑降についてです。総合滑降とは決められたバーンの中でスタートからゴールまでのターン構成を自由に決め、その中でスピードやテクニックを披露する種目。これといったルールはないので本当に自由形の種目という感じです。今回はそんな一級の総合滑降について見ていきましょう。それでは今回の内容はこちら。一級の総合滑降で見られる3つのポイント。一級の総合滑降で高得点を出すコツ。一級総合滑降の見本の滑り。以上の内容でお届けします。それではどうぞ。では早速ですが、総合滑降のポイントはこちらの3つです。1つ目スピード、2つ目リズム変化、3つ目演技構成。余談ですが、このポイントは総括においては1級以上でも同様に大事なポイントだと言えます。ではそれぞれ見ていきましょう。まず1つ目のポイントはスピードです。総括はまず何よりも最も大事なポイントはこちら。スタートからゴールまでスピードをつなげること。逆に言い換えると、途中や最後で減速してしまうと印象が悪く減点要素となってしまいます。そのため総合滑降のスタートでは思いっきりスピードをつけて飛び出していくスキーヤーが多いです。思いっきりスタートするのはもちろんおすすめですが、焦りすぎて暴走しないように気をつけましょう。1級も2級と同様で暴走したら一発アウトです。2つ目のポイントはリズム変化です。総合滑降はコースの中であらゆるサイズのターンを自由に組み合わせて滑る種目です。そこで検定員が着目するのはターンの大きさを変えるリズム変化の瞬間です。ここでスピードを落としてしまうような急激なリズム変化は減点対象となるので要注意です。大回りからスピードを落とさずいきなり小回りを入れることは非常に高い技術が求められるので検定ではお勧めしません。不安な人はリスクが小さな大回りから中回り、そして大回りというぐらいのリズム変化で最後はスピードをつけてゴールで OK です。それに検定では何度もリズム変化を入れる必要はなく、1回から2回あれば大丈夫です。あくまでスピードを落とさないことを最優先に、リスクの小さなリズム変化を心がけましょう。3つ目のポイントは演技構成です。基本的に構成は自由で、ターンの質やリズム変化を見られることがほとんどなので、構成だけでそこまで大きく変わることはないというのが正直なところですが、演技構成にもコツがあります。それがこちら。斜面をまんべんなく使うこと。極端に言うと斜面の右半分だけを使って滑っても印象があまり良くないということです。リズム変化と合わせながら斜面を広く使っていくような演技を心がけて合格点をもぎ取りましょう。ということで総合滑降で見られる3つのポイントをもう一度おさらいしておきましょう。1スピード、2リズム変化、3演技構成。それではこれらを踏まえて次からは総合滑降で高得点を出すコツを見ていきましょう。ではここからは総合滑降で高得点を取るためのコツをご紹介します。ただこれらはあくまでテクニックなので、本質であるターンの質の完成度が低いと
いくら頑張って構成を練っても高得点は難しいということはご注意ください。ではまず結論から言うと、コツはこの2つです。1つ目、大回りか中回りでゴールすること。2つ目、斜面を端から端まで移動する構成を入れておく。まずはスピード感をアピールするために最後に大回りもしくは中回りでゴールすることです。小回りでゴールしても高得点は出ますが、1球だとスピードが出るターンでゴールする方が無難です。そしてもう一つは斜面を端から端まで移動する構成を入れておくことです。これはどういうことかというと、バーンが広い場合にはリズム変化も入れながらバーンを大きく横切る構成は前面を使えているといういい印象を与えることができるのです。特に難しいバーンで検定を行うときには斜角弧を斜めにとってリスクを減らすというようなテクニックもあります。ということで総合角弧で高得点を取るコツをまとめるとこのようになります。1つ目、最後はスピードをつけてゴール。2つ目、バーンはなるべく大きく横切りながら使う。以上が1級総合角弧で高得点を取るコツでした。それでは最後にこれらのポイントやコツを意識して私が滑った見本の動画をご紹介します。それでは最後に1級総合角弧の見本の滑りをご覧ください。この滑りで気をつけたことは、減速しないようにゴールするということです。コースをなるべく端から端まで使うことを意識して、リズム変化も数は少なく、中回りを入れて大回りでゴールをしました。あとはターンの質を上げて合格点を目指しましょう。それでは今回のまとめです。今回は1級総合滑降についてでした。1級総合滑降のポイントは3つ。1つ目、スピードを最後までつなげる。2つ目、スピードの落ちないリズム変化をする。3つ目、演技構成は斜面をまんべんなく使う。1級総合滑降で高得点を取るコツは2つ。1つ目、最後はスピードをつけてゴールする。2つ目、バーンはなるべく大きく横切りながら使う。ということで今回もいかがでしたでしょうか。総括は、自由に滑っていい分抑えるべきポイントを抑えていないとミスもなかったのに不合格なんてことも十分ありえます。なので練習前に合格に必要なポイントを抑えて確実に攻略していきましょう。直樹のオンラインスクールでは今回に解説した1級検定のコツをさらに細かく全種目分を詰め込んだ逆転合格マニュアルを公開中です。この中には私が1級を目指す方へレッスンしてきたことや検定本番を見てきた経験から1級合格に必要な全てが込められています。1級検定はこれがあれば大丈夫と自信を持って言えるマニュアルです。さらにはマニュアルを読んで合格した実績も多数いただいています。興味があればぜひ概要欄からご覧ください。それでは今回は以上になります。この動画が分かりやすかった、参考になったと思われた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回にお会いしましょう。いつでもどこでも上手くなれる。利用者数100名突破、同期のオンラインスキースクール。 LINE で滑りのビデオアドバイスや直接対話でのオンラインレッスン、検定対策や弱点克服に特化した完全オリジナルのオンラインマニュアル、スキー上達の技術をとことんまで分かりやすく表現することを追求した生涯全力スキーヤー直樹が本気でスキー上達を目指すスキーヤーをサポート。概要欄のリンクからまずは気軽にお越しください。